こんにちは。猟奇的な事件と聞いたとき、真っ先に思い浮かべるのは、1888年のイギリスで、ジャック・ザ・リッパー、もしくは、切り裂きジャックと呼ばれていた謎の人物によって、複数の女性が惨殺された非常に有名な事件、という方も多いかもしれません。さらに、中国の食人鬼と恐れられた男、張永明が起こした食人事件や、複数の男が一人の女性に激しい暴行を加えて死亡させた女子高生コンクリート詰め殺人事件、などを思い浮かべる浮かべる人もいるかと思います。ですが、こうした猟奇的な事件は近年の日本でも起きており、今回ご紹介する事件は、事件発覚当初はそれらの事件に引けを取らない残酷さと狂気をはらんでいるかに思われました。ということで、今回は2015年に東京都福生市内のマンションで発覚した猟奇的な事件、福生市変死体事件をご紹介していきたいと思います。では行く。始まり。今回の事件の被害者となるのは、当時38歳だった男性に性転換をした土田よしさんでした。かつて土田さんは女性として福島県で誕生し、幼い頃から両親が離婚したため父親に引き取られて生活をするようになりました。それから高校生の時に年上の男性と交際し、高校中退後に結婚しています。ですが、その結婚生活は長続きせず離婚してしまい、土田さんは20歳になって以降、福島県から離れて母親がいる岐阜県で暮らすようになり、運送業や飲食店で仕事をするようになります。またこの時にはすでに性転換手術を受け、戸籍上の性別を男性に変えて暮らし始めていました。そして東京都に上京した際は、いつか自分の店を持ちたいという夢を掲げながら、前々から取得していたトラックの運転免許や調理師免許を駆使して様々な仕事を行い続けていました。出会いと同棲生活。それから2014年頃に、土田さんは SNS を使って当時28歳だった男性土田花さんと知り合いになり、親睦を深めて以降は同棲するようになりました。なお、花さんは自身の肉体に女性ホルモンを注射していたものの、戸籍上の性別を変えることはありませんでした。そして2人は結婚を望んでいたそうなのですが、男性同士の結婚は不可能であるため、致し方なく養子縁組という関係を選択しました。そして意図は全くもって分かりませんが、花さんは土田さんのことを父と呼び、土田さんは花さんを嫁と呼び始めたそうです。なお、養子縁組を結んだ時期に、土田さんは人生で最も忘れられない日になりました。嫁の支えがなかったら今この瞬間はなかったと思います。本当にありがとう、と SNS に書き込みました。そして2人は2014年頃からマンションで同棲するようになり、初めのうちは相思相愛だったようで、手をつないで仲睦まじい様子を見せていました。さらに近所の女性は、2人はファーストフード店の帰り道にお互いが手にしたファストフードを食べさせ合いながら歩いていた、幸せそうだった、と振り返っています。しかし、交際してからしばらくすると目に余る喧嘩をするようになってしまい、その中で別れ話が出るほどのトラブルに発展したそうです。さらに花さんが浮気をして、泥酔した土田さんが花さんに対し暴行を行うといった事態も起き、日頃から喧嘩が絶えなかったといいます。また土田さんはメンタル面で問題を抱えていたらしく、定期的に心療内科に通い続け、知人に対して花さんと別れて自由になりたいといった愚痴をこぼしていたようです。またある居酒屋の経営者の男性によると、終始不機嫌な花さんを土田さんがなだめる様子が店内で見られたといいます。亀裂。それ以降も土田さんと花さんの険悪さは続きました。そしてある常連客がニューハーフクラブに出向き、スタッフだった花さんからの接待を求め、土田さんがその態度を注意すると、その客は機嫌を損ねて帰ってしまいました。すると花さんは、私の客どうしてくれんのよと言い、ハイヒールを履いた足で土田さんの顔面に何発も蹴りを入れて流血させたそうです。また事件当日の早朝に土田さんを自宅アパートまで送った同僚の男性は、車内で土田さんが花さんとの関係がうまくいっていない、もうダメかもしれないと悩んでいた、と振り返っています。そして土田さんはこれまでの苛立ちを発散するかのように、花さんの首を絞め上げたため、花さん本人に警察に通報されてしまいます。こうした暴行の原因は、花さんが別の男性と関係を結び、それに対して土田さんが激怒したことだったようでしたが、警察は土田さんを暴行容疑で現行犯逮捕しました。その後被害届が取り下げられた
ため、土田さんは約1週間後に釈放されました。なお、この時警察は、花さんから、土田さんにはこれまで以上に優しく接してもらっている、もう連絡は不要、と伝えられたといいます。ですが、その時の花さんの Facebook のアカウントでは、寝ずに面会、大変だわ、仕方ないけど、といった、土田さんの面会に向かう前に投稿した書き込みが公開されています。事件。2015年11月、花さんは夕方に仕事を終えて帰宅し、土田さんもその後に戻ってきたため、二人はわずかな時間を見つけて会話を行い、その後、それぞれ別の部屋で睡眠をとり続けていました。ですが、それから間もなくして、花さんは、土田さんが頭から袋をかぶり、血だらけで倒れている、と警察に通報を入れています。そして、この通報を受けた警察は、土田さんが睡眠をとっていた6畳の和室に駆けつけ、ここで異様な光景を目の当たりにします。というのも、この時の土田さんは、布団に包まれた状態で死亡したまま仰向けに倒れており、頭から青色のポリ袋をかぶっていたのです。そのため、警察がそのポリ袋を恐る恐る外すと、なんとそこには、顔面の皮膚が剥がされた無残な姿の土田さんの姿があり、鼻も削られていて、骨が露出していたといいます。なお、して眼球は残されていたものの、捜査関係者は顔だけ人体模型のようだったという身の毛がよだつようなコメントを残しています。そのため顔の肉は露出しており、この時の現場には筆舌しがたいおぞましい光景が広がっていたと想像できるでしょう。そして顔が無残に破壊されているのであれば、体も同様に壊されているのではないかと考えることができるかもしれません。しかしこれは非常に不思議な話ですが、顔以外に目立った外傷はなく、遺体にも抵抗したような形跡がありませんでした。また不可解なことに、顔の皮膚を剥ぎ取るために使用したであろう刃物は見つかっておらず、剥ぎ取られた皮膚のかけらさえ残っていませんでした。なお、丁寧に皮膚だけが削り取られていたわけではなく、そこに付着している肉の一部もえぐり取られていたそうです。世間の考察と残された花さん、このように人の顔の皮膚を剥ぎ取るという行為と、現場から剥がされた顔の皮膚や刃物などが見つかっていないことは異常とみなされ物議を醸し、警察は詳しい事情を花さんから聞いています。また室内を調べても第三者が侵入した形跡が見つからず、死因については司法解剖を行っても特定できませんでした。ですが先ほどご説明したように、顔以外に目立った外傷はなかったため、薬物と飲酒を服用したことによってショック死をした可能性が浮上しています。さらに遺体には抵抗した形跡がなかったことから、死亡した後何者かによって傷をつけられた可能性があると言われています。そしてこの事件は様々な情報番組でも取り上げられ、専門家の様々な見解が紹介されるようになり、その中の元検事である隅田博子弁護士は、犯人の犯行の動機として、頭に打撃を与えた後の証拠隠滅、もしくは歪んだ独占愛によって顔の皮を剥ぎ取った可能性を指摘しています。さらに猟奇的なカニバリズムのように皮膚を食べてしまった可能性があるとも語りました。また東京都にある東洋大学の桐生正幸教授は、犯人には被害者と同一化したい、あるいはその真実の顔が見たいといった欲望があったのかもしれないといったコメントを残しています。なお花さんは事件後に、なんで、何が起きたのと戸惑うようなコメントを Facebook に残しました。さらに事実を受け止めきれない、犯人を探してほしいともコメントし、続けて、土田さんとは切っても切れない関係だった、私はカエルの解剖もできない人間だ、それなのに人の皮を剥ぐことなんてできるわけないとも話し、あくまで自分は無実であると訴えています。ですが世間からは幾度も疑われているようで、私は無実、でも誰も分かってくれない、誰もが私のことを犯人だと思っている、何も食べられないし一睡もできないという自身の状況を告白しています。それから事件が発生した時、土田さんは危険なお薬の中毒を起こしていたと言われており、解剖の結果体内からは大量のアルコールと睡眠薬が発見されました。そして顔の傷についてですが、これは刃物によるものではなく、当時飼育していたペットの犬の爪や牙でつけられた外傷である可能性が浮上したそうです。そのため先ほどお話ししたように、顔の傷は死因と関係ないのではないかと考えることもできます。加えて事件発生から約3ヶ月後には、土田さんたちが飼育しているペットの犬に血がついていたことや、顔にかぶっていたポリ袋からその犬の DNA と噛み跡が発見されたため、土田さんは薬の影響で死亡した後、顔の一部をペットに捕食されてしまったと警察は結論付けています。
土田さんのご冥福をお祈り申し上げます。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て謎すぎると思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。終わり。